三重県文化会館左側建物が中ホール、右側建物が大ホール。三重県総合文化センターは三重県津市にある文化施設。三重県の外閣団体である三重県文化振興事業団が運営を行い2004年度より指定管理者になっている。1994年に完成。こけら落としイベントは国民文化祭であった。また、オペラ、コンサート、 ミュージカルなどに対応できる、三重県文化会館、生涯学習センター、男女共同参画センター、三重県立図書館、放送大学学習センターなどがあり、複合文化施設になっている。三重県文化会館は、同センターの施設。1994年10月に開館する。開館時から、三重県文化会館、三重県生涯学習センター、 三重県男女ともさんが、センター、フレンテ三重の3施設の運営を30県文化振興事業団に委託していた。2004年度より、指定管理者制度が導入され、事業団は指定管理者となった。事業団は当初、三重県からの派遣職員23人を含む75人で運営していたが、県の外閣団体自立策の実施により、2007年に、 全職員が事業団の直接雇用した人材になった。これにより、職員の専門性が高まり、年俸制の導入で職員の離職が減少した。また、入場料4000円で1000人集めるより、2000円で2000人を掲げて、低料金ながら高品質の自主事業を心がけ、2008年度には、自主事業の平均入場率が、 日本全国の上位に食い込む90.6%に達し、自主事業が単独で黒字となった。貸しホール菓子会議室事業においても夜間利用を可能とし、イベント時の看板作成、資料印刷の受注を開始し、2008年度に利用率75.2%を達成した。2009年に開館15周年を迎え、 記念事業として6月11日に松東屋弓コンサート11月3日にディズニー・オン・クラシックを開催した。三重県総合文化センター建設前の周辺地域は第一種低層住居専用地域に指定されており開発が規制されていた。しかし三重県総合文化センター建設のために一新連構図ベタ地区計画を1990年12月に決定し 住居地域や近隣商業地域に、用途地域の変更を行う規制緩和が実施された。津都市計画審議会は、マンションなどが進出し、既存の住宅地に影響を及ぼすのではないかという、意見が出されたが、結果的に、高層住宅団地の開発が行われることとなった。JR 規制本線、近鉄名古屋線、伊勢鉄道伊勢線津駅西口より、 伊勢自動車道ツインターチェンジより、国道23号中税バイパス、県道続き線経由、約10分。ありがとうございます。